薄焼き卵は、鶏卵を溶きほぐし、薄く伸ばして焼いた料理である。薄焼き卵を細く切った、禁糸卵についても、本校で述べる。溶き卵をフライパンなどの調理器具に薄く広げ、焦げないように焼き上げたもの。一般的には両面を焼いて仕上げるが、料理によっては片面焼きとする場合もある。味付けは特に行われないことが多い。厚みに関しては、 紙のように薄いものから1トル以上あるものまで、いわゆる厚焼き卵とみなされないものは、一様に薄焼き卵と呼称される傾向にある。卵、サラダ油適量卵を割り、卵白を切るようにしてよく溶く。裏ごしすると均等で滑らかな生地になり、焼きやすくなる。フライパンをお熱して油をよくなじませる。油が多すぎると卵がブクブクと膨れ上がってしまうので、 余分な油は拭き取る。卵液を1枚に必要な分量を流し込む。直に強火を当てるとすぐに焦げてしまうため、ごく弱火で焼く。フライパンを火から浮かせて炙るようにする。または火を切って、余熱で焼くなどの工夫が必要。卵の端が乾いてきたら、破らないように気をつけながらひっくり返す。ある程度火が通らないと。 フライパンから剥がすことができないが、火が通りすぎるとパサパサで食感が悪いこと、この上ないので、慎重にタイミングを見極める必要がある。利面を軽く焼いて完成。寿司飯を薄焼き卵で包んだものとして、茶菌寿司や福祉寿司などがある。また巻き寿司の海苔代わりに使われることもあり、千葉県の郷土料理の太巻き祭り寿司は薄焼き卵で巻かれることが多い。なお、 江戸前寿司における薄焼き卵は本港で扱うものとは異なり、魚介のすり身を入れて焼き上げる寿司屋の卵焼きの薄い仕様のものを指す。これを用いた寿司には倉掛けやかしわ漬けなどがあるが、現在は薄焼きを扱う店自体がかなり少なくなっている。オムライスやオムそばは調味した米飯や麺料理を薄焼き卵で包んだものである。 名古屋市周辺のご当地料理イタリアンスパゲッティを熱したステーキ皿に盛り溶き卵を流し込んだものを鉄板イタリアンと呼ぶ。溶き卵は鉄板状に広がって熱され薄焼き卵状になる。ソース焼きそばや焼きうどんにもこの調理法が応用される例がある。京阪神を中心とする西日本では揚げ春巻きの皮として薄焼き卵を用いる。 沖縄県の食堂に見られるポーク卵は、缶詰のランチョンミートと薄焼き卵を組み合わせた定食である。チラシ寿司冷やし中華薄焼き卵を細切りにしたものが、菌糸卵である。文字通り金の糸のように明るい色彩を持つことから、この名がある。薄焼き卵の作り方参照。よく冷まして落ち着かせてから、細切りにする。チラシ寿司や冷やし中華などには欠かせない。 その他小鉢や、弁当の彩り、うなま丼、瓦そば、冷やしうどん、沖縄そばや、そうめんなどの具にも用いる場合がある。穴子や鶏肉とともに、丼飯の表面に敷き詰めた料理を、禁止丼と呼ぶこともある。現在は、食品会社などから、禁止卵シートと称する切る前の薄焼き卵や、切った上で、パック詰めにしたものが売られており、外食産業でも広く利用されている。 これは、電子レンジに使うマイクロウェーブにより調理、乾燥されたもので、非常に薄く、まさに糸のように出来上がっている。農家にとって、海苔は貴重で入手しがたく、飼っている、鶏の産んだ卵を使ったのである。龍崎英子、母とこの楽しい太巻き祭り寿司作り方教室、東京書店、2009年、124ページ。 ISBN 978から4から885749766寿司小田あリサイト寿司ネタの紹介大竹敏行の食べ読みや名古屋飯 B 級を超える鉄板スパの激うま天丼ぶり探偵団編ベストオブ丼132ページ165ページ文春文庫ありがとうございます